どうもトレインです。本日もマリオカート実況でこと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc の、ピーチサーキットと、よいしょ、今ねこの動画16時に上がってると思うんですけども、20時から、ようやくねプレゼンの動画をね、アップしたいと思います。ぜひね、めちゃくちゃ面白くなってるんでね、ぜひねご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでね、やっていきましょう。さあ、なんやかんやちょっと喋りながらやっちゃってたから前走ってるけど、まあこのコースは打開コースと言いまして、まあ後ろから立ち回った方が強いコースなので、まずは止まって強い相手を引きに行こうかなと思います。これぐらいの距離感だったらスター、おーっと強くない、これめっちゃ強いじゃん。これでまあ割とサンダー回避も狙えるから、まあこのまま走って良さそうですね。まあスターはそうだね、まあ昨日の動画で上げた、まあ2周目3周目のね頭で使うっていうのがね、まあスター一番刺さりやすいので、まあそこで刺していこうかなと思います。いやどうだろうな、使わなくていいな、いや使おうかな、悩む。ただねサンダー出る距離かって言われたら結構ね出る距離なんで、一発入れておこうかな。一発入れておいて、よいしょ、さあ一発入れておいて伸ばしていきますと、さあ、いや今の引けてないのか、まあまあいいわ。さあ緑コーラ危ないからしっかり避けていきまして、いやーこれちょっとテレスター使おうかな、結構悩ましいとこではあるけど、うーん、いやー使えばよかった、もう使えばよかった、ははもうなんか降るかなと思ったけどね、まあ、いざ降ったら遅いんすよね。さあなんかみんな散らかってて、なんか2位に出た。さあクラクション緑コーラ強いな、これ。1位の人がね防御アイテム出してきたらさすがに使った方がいいかなと思う。危な、なんか危な、なんか危ない、今なんかファイヤーボール飛んできたけど、なんか1位もどっか散らかってった。いい感じいい感じ、これめっちゃ強い、一番最強。なんならこのハイパイになるなら回避しなくてよかったまである。さあしっかりと、よいしょ、インついて、うっ、やばい、ちょっとブレーキ踏んで、うっ、ちょっとジャンプかまして、よいしょ、しっかりねリスクかましていきます。さあ後ろ結構離れてるし、まあクラクションも持ってるんで、まあ、トゲゾウが最悪飛んできたとしても、まあ、大丈夫ですね。いや美味しい。さあ飛んできたね、あとはトゲゾウ飛んできて、キラーの2位のやつがどこまで伸びてくるか。さあしっかり、トゲゾウ消していきまして、あと2位が上がってきてる、あいつがどれだけ伸びてくるか。いやでもこれはいけるんじゃないか、さすがに、さすがにいったでしょ、さすがにいったら、はい、オッケー、実写、オッケー。いやーよかった。あれだね、サンダー打った後のハイパイがもう一番強かったね。あれがもう全てを物語ってる気がするわ。はい、ということでね、20時のプレゼンおよび本日の動画もよろしくお願いします。さあ2レース目は、どこだっけ、そう、リボンロードのミラーコース。さあまずはコイン集めつつ、しっかり走っていきます。いやちょっとジャンプアクション出なかったけど、まあまあ全然 OK と。さあここはコイン取りに行きますか。さあコイン取って、いやーちょっと前出られたけど、うーまあなんとか無理やり前に、いやーここねちょっと防御アイテム欲しいところだったけど、まあまあしゃあないね。さあブレーキ踏みつつ、よいしょ、さあジャンプアクションかまして、まあここはよいしょ、しっかりねリスクかましていきます。さあ後ろがまあまあ近いからね、ちょっと警戒しながら走っていきたいところではあるな。さあショートカット1人来たね、何持ってる、あーキノコだったら大丈夫か、あキノコだったらそんな、やばい緑コーラ飛んできてる、危なっ、危ないね。ああいう緑コーラがなんかね巡り巡って俺に当たったりするからね、一番立ち悪いんだよね。さあよいしょ、しっかりジャンプアクション、次は出して、さあしっかりインついていきます。やばい、ちょっと待って、ミスった、ミスったから、落ち着いて、落ち着いてリカバリー、落ち着いてリカバリーしていきます。 OKOKOK、 こういうのはね、あの一番ミスしてポカミスして、ね、あのなんか全てがお、なんだろうね、チャラになるのがもったいないので、まあああいうのでいいのかなと思います。そうだね、俺結構後ろ潰しちゃってね、あれなんか気づいたら2位のロイいなくなってるし、なんか悪い字もしつかり離れてるし、いい感じだね。さあ2位の悪い字がショートカットしてきて、あとはこれだな、サンダー降りそうで怖いっすね結構。まあ、ちょっと今ねあのミラーなんでマップ表示できてないんですけど、まあ、この距離感全然サンダーが出る距離ではあるので、まあ、ちょっとここら辺は警戒していきたいですね。さあトゲゾウ食らって、さあまあ赤コーラさすがに飛んでこないでしょう。さあジャンプアクションかまして、いい感じいい感じ。さあコインと緑コーラか、うんそうだね、一応コインだけは次のアイテム交換で入れ替えておこうかな。よいしょ、いやどうせなら緑コーラも入れ替えよう。さあバナナ引いたね、あとは2位のやつが何してくるかゲーミングだけど、まあ一応ショートカットされて余計されないためにも、ケツつけておいて、オッケー、2連1ショーケー。ふー、いやこれあれっすね、ちゃんと前走れてたのがね良かったですね。はい、もうこれ逃げ切りが強いということで、シャー。次レース行きましょう。
さあ3レース目はよし、平方鉱山、うん、さあちょっと抜かされちゃったからコイン取りに行きますか。さあコインしっかり集めて、うん、まあ先のコインもしっかり集めていきたいな。さあゴリラのケツが危ないからしっかり避けつつ、さあしっかりコインも集めていきます。さあ結構そうだね、前詰まってるから6割してしっかりアイテムを交換していきます。うわー超荒れるアイテム引いちゃったな。これ悩ましいな、割と悩ましいまである。どいつを狙おうかな、まあとりあえず適当に後ろ捨てつつ前捨てつつって感じかな。さあよいしょ、さあ2位まで上がってきた。さあいいか、さあそうだな、よしキノコ引いた、これ一番おいしいな。さあキノコ引いて潰し合い潰し合い、やれ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 、危ない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 、次はお主が危ないから、うっしっかり横当てを決め散らかしていきます。オッケーオッケー。さあ1位のゴリラが緑コーラ持ってるから、あやつさっきちょっとね攻めっ気があったからね、形をつけていきたいところである。さあイン側避けて、さあバックスナム警戒ね、ここ警戒大事。さあ狙ってきてるね狙ってきてるね、さあ危ない、しっかり避けていきまして、さあキノコ保持していきます。うーんそうだな、一応これショートカットで前出ちゃおうかな、とりあえずは。さあジャンプかまして、まあ一応当たんないようにラインかわして、おおなんだ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 、危ない、さあうわやばい、ちょっと待って待って、ちょっとライン崩れた、まあまあまあ落ち着いて落ち着いて、まあ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 、まあ負けたわけじゃないんでね、はい、まだ負けたわけじゃ痛い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 、それは痛い、まだ負けたわけじゃないけど、いやーもう何やその緑コーラ、待て待て、落ち着け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 ばなんとかなる、落ち着けばなんとかなりますよ。さあキノさん引いた、さあトゲゾ飛んでいった、さあキノコ使って前詰めていきます。さあまだありますまだありますよ皆さん、まだ諦めないでください、僕は諦めてません、はい、やります、どこまで順位を上げれるか。さあこのキノさんをまず交換するか否か、さあ交換しよう、うっ攻めの交換。さあキノに戻ってきたのは弱いアイテム、まあ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 いいでしょう。さあちょっと前がねキノさん持ってるのがやや気に食わないところではありますが、さあここでちょっと斜めで1個使って加速していきまして、さあ潰し合いが起きてる、さあ小を使ってかまして、さあうっいやーちょっと待って、クッソやばい、バックスラ危ない、バックスラ危ない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 、避けて3位に潜り込んでいくと、バカだな俺、ほんとなんであんなとこで落ちてるんだって感じなんだけどまあなんとかねギリギリ3位に潜り込めたんでね、まあちょっと見逃してほしいです、はい次レース行きましょうさあ4レース目はね SSC レインボーロード。さあポカミスした分はね、やはりポカミス、いや違う、素晴らしい走りでね、還元したいので、ここはねマジ気合い入れて立ち回っていこうかなと思います。やばい、ちょっとケツ食う、ケツ食うのは危ないから、ケツ食わないように走って、うやばい、ちょっと待って、角度ミスった、またポカミスした、いやでもねこのポカミスは想定内なんですよ実は、はい、これはね想定の範囲内。さあまずはコインを取って、ダブルをね交換していきます。さあよいしょ、さあ昨日4引いたね、こっから上がる。さあジャンプアクションかまして、ちょっと前に危ないアイテムをお持ちのお客様がいらっしゃいますので、まああれに気をつけながら走っていきましょう。さあライン、おお怖いな。さあちょっとブレーキ組んで、いやーちょっとアイテム取れなかったか、まあまあまあまだまだ大丈夫。さあ後ろがちょっとバナさん回してるからさすがに危ないので、これはキノコ使ってね前詰めていこうかなと思います。さあよいしょ、おおベビーがここで使ってきたか。さあちょっと抜かさせていただいて、よいしょ抜かさせていただいて、さあ4位まで上がってきた。さああとはトゲゾー飛んでってほしいな、トゲゾー飛んでったら超楽なんだけど、サンダー振ったか、うーんまあでもなんか強いサンダー回避してる人がそんなにいなそうだから大丈夫かな。さあミニターボ出して、よいしょ、さあ復帰していきます。さあトゲゾー飛んでってくれないかな。さあファイヤー引いたね、これ後ろだな、これ確実後ろ、これは確実後ろ。さあ、あーみんなあれだね出してるね。さあ後ろ投げておいて交換していきます。さあなんかあれだね、攻撃してきそうな雰囲気をめちゃくちゃ感じるから、さあこれは、前詰めていきまして、さあキノコ拾い散らかしまして、うっ脳天ストライプ、うわーバカー、うまいのにねえ、うまいのにもう待て、落ち着け落ち着け、なんとかリーニはなんとかリーニはなんとかリーニはセーフ、あぶねえあぶねえ、マジでうめえストライプ決めたのになんで自分で当たるんだって話なんだけどまあなんとかね2位取れたからオッケー次行きましょう。さあ5レース目は GBA マリオサーキット、ちょっと録画ボタン押し損ねてたわはい、ということでやっていきます。さあそうだね、ブレーキ踏んでまあスター引いてくれたら美味しいけど、まあキノさん出るか、まあとりあえずまずはコイン回収していきますか。さあコイン回収していって、うーんそうだね、まあ次のアイテムで確実にスターを引いておきたいな。さあコイン10枚にしていきまして、さあここは絶対9位割り、さあ9位割りかまして、さあまあスター引けたのはいいけど裏のねトゲゾーがちょっといらないかな、これ
まあちょっと一旦使っておきますか。一旦使っておいて、ここでスター出るのはガチで熱い。さあこやつを巻き込みたかったけど、まあ巻き込めずといったところで、まあさすがにこれは次のアイテム交換でスター吐いて、前詰めていこうかなと思います。さあジャンプかまして、よいしょ。さあバナナもしっかり避けていきまして、さあスター入れていきます。さあこれで上がっていきたいな。裏にもうちょっと強いアイテム引きたいけど、いや強い、バカ強い、バカ強いよこれ。正直正直バカ強いよこれ。さあ小スカかまして、ちょっと後ろの緑コーラ持ちがじゃないな、やられてる。さああとはあやつを抜かすだけだから簡単なお仕事ではある。さあ次はまあショートカットしていこうかな。さあバックスナーもされず、さあここでテレサ使ってサンダーケアもこなしていきますと。さあキノコ引いて、まあ、あとはね何があっても負けない、無敵だからね。はい、オッケーチーッショーケー。いやこれは正直ね、あのテレサがめちゃくちゃ強かった、いやでもねサンダー振らなくてもねちゃんと勝ててるっていうのはねめっちゃいいことっすね。オッケー、次です、行きましょう。レース目はミュージックパーク。さあまずアイテム取ってコインはすぐ使いましょう。さあここもガリガリにインついてね、よいしょ、ミニダボ出していきます。さあ後ろちょっと気になるな、どうなってるだろう。あんまなんかあれだな、変なアイテム持ってそうな人はいないな。さあジャンプアクションかまして、しっかりねインついていきますと。よいしょ、まあすぐ赤コーラ投げられないためにも、緑コーラはねすぐに、蹴って、自分のことをね守っていきます。よいしょ、さあここはよいしょ、ジャンプアクションかまして、ジャンプ、ちょっと待って、何を言おうか迷ってた。さあしつかり、トランポリンも走っていきまして、相当離れたね、いいよ。さあ赤コーナー投げられたからこれは、バナナで防いでいきます。よいしょ、さあもう一回バナナ来てくれたね、これ美味しいな。さあインコースジャンゼリついて、ミニタボ出していきます。いい走りが超綺麗、超綺麗な走りできてるよ。さあトゲド飛んできたから、さあバナナ置いておいて、いやまあクラクション引けないか、まあまあいいでしょう。さあ早いねトゲド、なんかショートカットしてきたでしょこれ。さあこれでちょっと抜かされそうだけど、なんとかこの走りでね1位を守り抜いていく、これ強いよ。さあよいしょ、1回ミニターボ出して、よいしょ、この緑コーラつけておこうかな。さあ赤コーラは俺じゃないね、オッケーオッケー。さあしっかりジャンプアクションかまして、いいよ、なんかトゲゾウ食らっても1位守れてる。とりあえず適当な場所に緑コーラ投げておいて、当たってるね、いいよいいよ、素晴らしいスナイピング。さあテレサにねコイン取られたけど、緑コーラ戻ってきたので全然ねオールオッケーと、素晴らしい、この走り、このミュージックパーク完璧すぎじゃね。さあ2発目のトゲゾウが飛んできた、もうもはや俺にねあの試練を与えるかのようなこのトゲゾウ、いいだろう、受けて立ちましょう。さあグライダー、これはさすがにグライダーっすね、グライダーで乗って、この歓声で前にできて、トランポリン君、トランポリン君ちょっと邪魔しないでいただいてもろって、さあちょっとね、よいしょ、ミニターボ出しつつ、ライン交差して、クラクション、お前遅いんだよな、遅いんだけど、まあ俺の走りがね全然上手だったということで、オッケー、1位、2回トゲゾウ食らっても1位、オッケー。いやこれはもうあれでしょう、申し分ないでしょこの走りは。トゲゾウ2回食らって1位はすごいよ本当に。これは嬉しい、シンプルにね。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。